リーギコグは、エストニア共和国の一院制議会。選挙権、18歳以上のエストニア国民が有する。裁判所により法的無能力を宣告されている者は、選挙権を失う。被選挙権、21歳以上の選挙権を喪失していないエストニア国民が有する。また、議員に就任した場合には、他のいかなる公職も兼任してはならない。議院内閣制を採用している。首相と大統領は、共に議会から選出され、一般に与党の党首が首相に就任する。大統領は間接選挙による選出であるため、実際の権限は限定されている。リーギコグが政府か首相に対する不信任を過半数により採択した場合には、政府は3日以内に大統領にリーギコグの解散と総選挙の実施を提案しなければならず、さもなければ総辞職となる。また政府は特定の法案について自らへの信任と連結させることができるが、その法案が否決された場合には政府は総辞職となる。議会の権限には次のものがある。法律、動議の採択国民投票実施の決定大統領の選出国際条約の批准、破棄政府の組織に関する首相への授権予算の採択、決算の承認大統領の提案に基づく最高裁判所長官、エストニア中央銀行総裁、会計検査院総裁、法務総裁、軍最高司令官の任命最高裁判所長官の提案に基づく最高裁判所裁判官の任命エストニア中央銀行理事の任命政府の提案に基づく国債の発行、引き受け、エストニア国民、他国、国際組織への声明、宣言の発布法章、軍の序列、外交の序列の設定政府、首相、個別の大臣のいずれかに対する不信任の採択国家非常事態の宣言大統領の提案に基づく宣戦または動員令の布告以下の11の常任委員会が設置されている。欧州連合事務委員会、環境委員会文化事務委員会地方事務委員会、経済事務委員会憲法委員会財政委員会、国防委員会社会事務委員会外務委員会法務、委員会法律の発案権は、1、リーギコグ議員、2、リーギコグ内、会派、3、リーギコグ内委員会、4、政府、5、大統領にある。また、リーギコグの賛成多数の動議をもって、リーギコグが望む法律を政府に提案させることができる。また、国籍法や統治機構に関する重要法律など17種類の法律は、制定、改正はリーギコグ議員多数の専権としている。3度改正が採用されている。通常の法律案は以下のような手順をたどる。法律案を議長に提出する。第1読解、法律案の一般原則について審議。第2読解、法律案の条文について審議。法律案の修正動議についても、この時に投票がなされる。第3読解、第1読解、第2読解を経た最終法律案につき、最終投票に付されるただし国際協約、条約に関する法律案については、運営委員会が3読解制の動議を提出しない限り、2読解制により審査される。政府は予算案を会計年度開始3月前までに、リーギコグに提出する。法律案と同様に、3読解制により審査される。リーギコグは法律案や重要国政問題を国民投票に付託することができる。国民投票で賛成多数を得た法律案は直ちに大統領により公布され拘束力を有する。逆に賛成多数を得られなかった場合にはリーギコグは直ちに解散され総選挙が実施される。ただし予算、税金、公債、条約の批准、廃棄、非常事態の宣言。解除は国民投票に付託できない。法律は大統領が公布するが、大統領は公布を拒否し、14日以内に理由を添付して、リーギコグに回付することができる。これに対してリーギコグは修正せずに法律案を大統領に再提出することもできる。その際に大統領は最高裁判所に法律案の意見審査を行わせることができる。ただし、最高裁判所が合憲とみなした場合には、大統領はその法律を公布しなければならない。国民投票、憲法の第1章、総則と第15章、憲法改正は、この手続きの場合によらなければ改正されない。憲法委員会が国民投票による改正を提案した場合には、リー議国の5分の3の議員がこれに賛成することにより、国民投票への付託が決定する。5分の3に満たなかった場合には、憲法改正法律案そのものが廃案となる。付託を要求する動議の提出から国民投票の実施までは最短でも3ヶ月空ける。国民投票で賛成多数が得られた場合には、憲法改正が成立する。リー議国における2期連続の手続き、憲法委員会が2期連続の手続きを提案した場合には、まず1期目で、リー議国議員の多数の賛成を得なければならない。多数の賛成が得られなかった場合には、憲法改正法律案そのものが廃案となる。続く2期目の第1読解で、憲法改正法律案を修正せず、その後、リー議国議員の5分の3が賛成した場合には、憲法改正が成立する。5分の3に満たなかった場合は、廃案となる。リー議国の緊急手続き。憲法委員会が緊急手続きを提案した場合には、リー議国の5分の4の議員が賛成することで、憲法改正法律案が緊急事案であるとの動議が提出される。5分の4に満たなかった場合には、憲法改正法律案そのものが廃案となる。動議の提出に基づき行われる会議で、リー議国議員の3分の2の議員が憲法改正法律案に賛成した場合には、憲法改正が成立する。3分の2に満たなかった場合は、廃案となる。ありがとうございます。